はい、こんばんは。おっさんチャンネル、島田さんです。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、今から打ち合わせでございます。はい、はい、島田の10万円企画のね、半田拓也先生とタックさんに来ていただいております。本日はありがとうございます。お願いします。お願いします。ではでは、ではでは、じゃあね、早速あ、いい感じですね。はい、じゃあよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日初めてお会いするということで。あ、そうですね、はい。いや、緊張する。あ、緊張します。あ、緊張する。大丈夫ですか。こういう偉大な方2人と MC をする私どう回していけばいいかわからないですね。いや、お知らせさんなら大丈夫ですよ。なるほど、はい、で、実はそのタックさん、本日ちょっと車の渋滞でね、先に少し打ち合わせをさせていただいたんですけども、実は今半田さんが保育園の園児に向けて紙芝居教室をしてるらしいんですよ。ほう、紙芝居教室ですか。教室、そうそう、紙芝居を読んだ後に、はい、その子たちにそこからこうイメージしたもの、感想的なものをじゃあ絵に表現してみようだとか、そういったワークプログラムをやったりだとか、はい、で、それを今度自分でオリジナル作品を作ってみたりの工程、友達がですか、はい、をして自分で発表するみたいな。なるほど、なるほど。そうすることによって子どもたちの想像力、またその自己肯定感っていうのかな、はい、勇気じゃないの、なんだこう、自信だ。そうですね、自信につながっていく、はい、あ、そのできることが増えたで、はい、人に認めてもらえたで、自信につながるで、もっとやっていきたい、積極性につながるっていうラインですよね、はい、そうですね、うん、それを紙芝居というコンテンツを使って、はい、なんせ絵があることがいいんですよね。そうですね、絵があることで子どもたち分かりやすいと思うので、はい、ちょっとそれをやるっていうのでね、はい、そうか、それを古事記でやってくれないかなって一瞬思っちゃったんですよなるほど、なるほど、なるほど、なりましたね。ね、日本の神話をこう紙芝居で読んだ後に、さあここから生まれたのが日本だよ、みんな日本イメージしたの感想はどうかななんて書いてもらえたら、あ、でなおかつね、はい、そのじゃあこれからみんなこんな素敵な日本がね、どういう未来だったらいいみたいな話になったら、これすごくないですか。そうですね、子供たちの、うん、なんだろう、大人にもできそうですね、それ、うん、そうそう、その意味ではその、はい、歴史を知る、やっぱり日本の生い立ちを知ることによって、で実際のその歴史の教科書でなら今の歴史があって、はい、いわゆるその過去があって今があると、はい、じゃあ子どもたちにどういう未来になってほしいってお話しするには、やっぱ紙芝居っていいですね。はい、そうですね、紙芝居を使えばやっぱ、うん、紙芝居、まあ話ってにもよるかもしれないんですけど、まあ、やっぱり絵があることと、そうですね、うん、分かりやすいのかなとは思いますけどね、絵があって、まだね、親しみやすい絵なんですよね、紙芝居とかに使われるのがね、絵本もそうだしね。それは本当にありがとうございます、うん、はい、やっぱその我々保育者、はい、保育士によって現場でその紙芝居を読むだとか、はい、絵本を読み聞かせるっていうのは話すのは得意ですよね、表現するのは、まあ、はい、はい、ただ我々が、はい、その先日もね、保育士、こう面接をよくするんですけど、はいはい、皆さん一様に言うのがピアノ苦手なんですって言うんですよ。あ、まあ、そうピアノ苦手な方多いですね。多いでしょ、多いですね。いやいや、でもさ、試験でやったでしょとかさ、はいはい、実習でやったよねって言うんだけど、いやいや、もう私のは本当弾けないんですって言うから。あ、そうですね、ね、先生弾けます？まあ、自分はもうノリでごまかしてるタイプですねでも弾けるんだ。いや、いや、弾けるレベルにいってるのかわかんないですけど、あの、全力でやってます。本当、はい、ほら、みんなそうやって謙遜するんですよ、保育者って、はい、保育士って、あの、コンクールに出るぐらいのレベルですもんね。やめてください、出たことないですけど自分と同じぐらいか。あ、そう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 いや、で、実際その、やっぱ我々その保育者、保育の現場にいる人、意外とその音楽苦手なんですよね。だから歌を歌うのもたまに、ね、音外しちゃったりもするから、はい、はい、そういった意味では、ま、音楽というコンテンツを使いこなせてない感はあると思うんですよね。でもやっぱりその子どもたちの心に残ってるのって
実は音楽なんですよね。いや音楽は、はい、すごい残ると思います。本当その代表的なのが腹ペコだと思うんですよ。腹ペコ、腹ペコ虫、青虫、はい、あの月曜日って言ったじゃないですか。 ありますはいはいはい、はい、びっくりしてたのに何だっけと、はい、あんま聞いたことない、はい、なんとなく あんまやりません。もう、うちの保育者全員やりますよ。ちょっと自分的にはあの、はい、悔しくてやらない。歌えないでしょあれ。歌えない。意外と恥ずかしいよね。そうなの、ちょっと外すんじゃないかって自分もなかなか言えない、うん、っていうところがあるんで、うん、でもやっぱり音楽なんですよね。音楽はそうですね、本当に。でも子供たちって結構頭の中で音楽流れてったりするんですよね。あのこのシチュエーションではこの音楽みたいなのが結構流れてるんで、そう結構音楽が大事、はい。まあ、その中でやっぱりその先日もたくさんとお話ししていて、漫画日本昔話っていうのは、あ、はいはい、あれやっぱオープニング最高だよね。いやもう最強ですね。もうあれが頭について離れないと。はい、でその後の語りと絵、はい、あの特徴的なイラストと語りね。いやもうあれ最高ですね。ちょっとね、そこを目指したいっていう話で先週盛り上がって、はい、先週というかこの前盛り上がって、 その話を先ほどもこう半田さんにしたんですよ、はい、今の大人たちはその漫画日本昔話を見て育った、だから彼らが子供に見せたいものは漫画日本昔話なんだと、はい、そしたらやっぱり今再生回数すごいんですね、まだにね。あ全然もう、はい、まだにいっぱいあの子供たちに聞いても、あ家で見てるよとかやっぱ言ってますね、はい、だからやっぱ幼少期に親しんだものが大人になってきちっと残っていて、はい、あ、僕はこれで育ったから子供たちにもこれを提供したいとなるんだろうと。あ、そうですね、はい、だからこそ保育園っていうコンテンツを持っている我々は子供たち、その幼少期に我々の紙芝居と音楽を聴かせてみせるんですよ。それを見て育てば彼ら、彼女たちが大人になったら私たちこれで育ってすごく心に残ってるのよね、これを子供たちに見せようと。だから我々が作る、これから作るね、この紙芝居と音楽が子供たちにとっての、我々にとっての漫画日本昔話にとって変わると。おお、大きく出ました、大きく壮大ですね。だいぶもうちょっと夢は大きくね。そうそうそう、いやそれぐらいの気持ちで思って最初作り込んでいこうとは思ってるんですよね、はい、うん、やっぱ目標がきちっとある、はい、そのね、単純に古事記を作りますっていうだけだったら、うん、なんか単発で終わっちゃうと思うんですよね、うんうん、そうですね。だからこれでもって我々は何をしたいのかって言ったら、やはり子供たちにちゃんとした歴史を知ってもらいたい、はい、日本にきちっと古くから伝わる神話を子供たちに親しんでほしい、はい、やっぱり聞いたらね、古事記知ってましたけど、知ってましたけどね、保育園でやってないって言うんですよ。なるほど、うん、あそうですよね。紙芝居も保育園で読んでないって言うんですよ。なるほど。こう、あ、やっぱりもう古事記系はそうですね、はい、もう保育歴何年ですか。11年です。11年、僕も保育歴10年ですよ。だから10年選手が古事記知らないんですよ、保育の現場でやられてる姿を。ね、昔話っていうと桃太郎、はい、ね、サルカニ合戦とか、はい、ありますね、はい、ね、いわゆる、まあね、ヨーロッパでいうグリムとかそういうレベルだとは思うんですよ、はい、確かに、はい、でも日本にはね神話という立派な物語があるにもかかわらず、はい、それを子供たちが知ることなく大きくなってしまうというのはこれ大きな損失だと思うんですよね、うん、その日本のアイデンティティ、例えば海外に発信していくといったときに、はいはい、実はやはりその王室があるっていうのは世界の中ではやはり尊重される中で、はいはい、日本が最古の王室なんですよ、はい、だからロイヤルファミリーが集まったときには日本は必ず真ん中なんですよ。これ意外と知らなかったでしょ、はい、そっか、そうだね、言われてみれば海外の王室っていうのはあの我々人間が人間として存在し、形として存在した過去があってできた王室ですけど、そうそうそう、日本のその王室っていうのはその祖先がずっとまっすぐまっすぐ神々の代まで続いているっていうふうに言われ続けてるのが日本だけですよね。そうなんです。あ、そうなんだ。だから歴史の教科書を作った時に王朝っていうね、
くくりするじゃないですか、はい、ピューって一本つながるのは日本だけなんですよ、うんうんうん、あとは300年とか400年とか200年とか歴史があってもそれ100年未満だとかっていうのが王朝の歴史でこうなるんですね、はい、だから本当2000年間違いなく2000年続いてるだろう、まあ、はい、日本は後期で2600いくつなんですけど、はいはい、王朝で続いてるのは日本だけなんですよ、だから海外のロイヤルの方たちはそれをやっぱり分かっている、尊重してくださってるから、ロイヤルが集まった時には日本は真ん中なんですよ。おですが、その歴史を知らない、その歴史を知らないんですよ、はい、子供たち、はい、なるほど、はい、それは知らなかったでしょ、はい、それは私でございます、すごいんですよ、はい、だからこそ、 そうですね、そういうバックボーンが日本にはあるんだよっていうのは、はい、子供たちがこれから世界グローバルな社会で活躍していくところの大きい自信につながると思うんですよね、うん、あ、僕が育った日本ってこんなにすごいんだっていう、いや、そうですね、ね、はい、一つなんですよ、真ん中に来るべきことなんです、だからこれを知らないからこそ、その近代の歴史に流されてしまって、うん、海外に対する自信がなくなっていっちゃうんですね、あ、それは間違いないかもしれないですね、うん、はい、例えばそのアメリカに占領されていた時代があったとかね、はい、そういう歴史で習った時に、うん、あ、そうなんだ、日本は負けた国なんだって思ってしまうんだけれども、うん、日本というのはだ、それでさえ日本という国を保ち続けているっていうこの凄みがあるんですよ、うん、はいはい、国体が解体されてないんですね、はい、何があっても日本はずっと日本でした、日本だったんですね、うん、そういったところをきちっと学ぶことによって、うん、今の子供たちが大人になった時に海外の人たちと堂々と渡り合える自信につながるっていうのは、これ教育だと思っていて、はいはい、古事記が大事なんですよ。なるほど。結構真面目な話になったでしょ。そうですね、はい、何こいつ大きいこと言ってるんだみたいな。いや、大事ですよ。でもそうで、やっぱ根底に大事なんですよね、はい、だから僕はその保育の現場10年やってきて、はい、まあ、そこを感じるんですよね。子どもたちに保育の現場で何を教えているんだろうっていう、はい、保育所保育士には書かれてないんです、そのことは、うん、日本のアイデンティティを育むってことは書かれてないんですよ、はい、ああ、そうですね、確かに書かれてないですね、かといって武士道が日本の精神かって言ったらやっぱそうでもないんですよ、うん、はい、うん、一つの思想だと僕は思っているので、はい、もうそこからするとやはりその日本のアイデンティティっていうのは日本の正しい歴史を知っていく、はい、やっぱ神話を知っていくところから始まると、はい、その上では古事記という物語を子供たちに伝えていく、そのための一番いいツールが紙芝居、出ました、紙芝居、紙芝居で、なおかつ、はい、心に刻むためには音楽と、音楽そう、出ました、この最強のコンテンツが、はい、ね、プンって感じですよ。あ、そういうことか。その音だったんですね。何の音かなと。はい、そうそう、なんかね、フュージョンするんですよ。はい、ね、でね、その二人の天才が今ここにね、こう合わさる瞬間という。もうメソです。いや、本当ですよ、メソ。天才になりたいなぐらいさ。いや、でも実際ね、これは本当に単発で終わらすのはもったいないというか、それでは我々がこうやって集まってやる価値がない、意味がないので、これをしっかりと続けていく、継続していくことによって、まずあの一つの体系としてね、やっていきたいっていうビジョンではいるので、ぜひともね、さすがに古事記こんな分厚くて長編超大作なんですけど、ちょっとお付き合いいただきたいなというふうには思っています。はい、あの1年間でやるって言ってませんから、はい、1年間はちょっと無理ですね、はい、のんびりやりましょう、はい、のんびりいきたいと思いますすいません、なんかね、そういった意味では本当島田さんのんびりすぎて、あの黒幕から怒られてます。黒幕はそうそう、黒幕から説教を食らってるんで何やってるんだと、はいはい、なのでちょっとあの島田さんは焦りを感じながら一生懸命やるんで、はい、あのクリエイターの方たちは大丈夫です、あの自分のペースで、はい、やっぱり良い作品を作らなきゃいけないんですよ。そうですね、だって漫画日本昔話に変わるね、はい、新たな侵略しようとしますね。そう侵略、いや変わらないものもあるでしょうけど、はい、やっぱ変わっていくものもあるでしょっていうね、そうですね、今だからこそできるってこともあると思うんですよ、はい、だからこそ我々は新しい歴史を作ろうっていう、この子供たちにおけるね、新しい物語をね
受け継がれていく物語が変わる瞬間でございます、ね。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、まず最初にラフスケッチ、もうキャラクターデザインから入ってもらおうかと思いまして、10月ぐらい、違うな、9月ぐらいまでには一回その、そうですね、キャラクター案をね、一、はい、回出しますんで、はい、皆さんはちょっとね、先長いですけど、その間にこうちょこちょこと挟みますから、はい、打ち合わせ動画、はい、ちょこちょことね、はい、挟むんで、9月には一発キャラクターあげます。お、ね、9月、はい、ラフでも色付きでもどっちでもね、あ、よかった、どっちでもよかった、9月、そうですね。いや、一応ね、お忙しい方なので、あのたくさんお忙しいんで、僕ぐらいですよ、こうフラフラしてるのはね。いやいやいや、もうそんなことないですよね。だからね、その代わり力作出てきますから、はい、楽しみにしていただければと思います。はい、大体喋ったかな。何かお伝えしたいことあります？お伝えしたいこと、あ、そう、ハンドさん、チャンネル持ってますね、ゴリセンチャンネル、ぜひともね、はい、皆さん、ゴリセンチャンネルね、チャンネル登録で高評価よろしくお願いいたします。で、なんかすみません、こういうキャラクター性に行くんだなっていうのをちょっとね、感じていただければと思います。非常にね、特徴のある可愛いイラストなんで、色使いとかもね、結構こうはっきりした色使いの、そうですね、基本はそんな感じで、そうそう、はい、子供たちのこう目に留まりやすいね、はい、印象に残りやすい、画風の先生でございます。またね、語りが独特なんですよね。語り独特ですかね。そう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 、語りと顔芸がね。あ、そうですね、うん、あの YouTube 見ていただければ多分分かると思うんですけど、こんな感じなんだ、こんなやつなんだって思ってもらえれば、はい、で、面白そうだなと思ったら呼んでください。彼の本職は現場に行ってリアルの紙芝居やることですから、はい、行きます、はい、ぜひね、それをゴリセンチャンネルの方にね、概要欄載ってますので、ね、ご連絡ください。はい、ウェブサイトのにつながるあのURL も載ってるんで、はい、はい、で、ゴリセンチャンネルよろしくお願いしま す, します。で、たくさんの音楽の方もですね、はい、ここで宣伝してください、ね、申し訳ない、ありがとうございます。いや、まあ宣伝するまでもなくね、有名でございます。そう思ってたもん、はい、で、あのオンリーユートレインの次に来るぐらいのヒット作になるように我々頑張ります。重いな、重いな。いやだと、いや、僕たち頑張ります、よろしくお願いします。だってもう漫画日本昔話に変わる曲って言ってるぐらいですからね。大先生に失礼なこと言ってないです。いや、いや変わるじゃないです、あれに次ぐでいいですね。あれに次ぐ、いや、子供たちの印象に残る、せめてね、青虫の曲には勝ちたい。ああ、うん、いや、あれ、あ、確かに、あれから勝ちたい、うん、いや、あれ大丈夫、あ、大丈夫、はい、大丈夫です。あの大食いのあの毛虫みたいなのにちょっとあの、そうそう、脅かされないよね。頑張って。申し訳ありません、なんかね、変な、ね、この2人の才能がね、フュージョンするっていう、島田さんも頑張ってね、こう、はい、こう何、マーケティングじゃねえや、なんていう、宣伝振り込み、振り込み、電話してくれるので、はい、はい、あの、とっつっていきますんでね、はい、はい、皆様期待していただければと思います。はい、それではね、今日はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、次回お楽しみ、さようなら、さようなら。着用中は